こんばんは。突然ですが乙女ゲーはやりますか？機会があったらテニプリの乙女ゲーどうでしょうか？そんなんやったら絶命しちゃうからな僕。こうギャルゲーとかじゃないゲームの女の子を好きになった時に、そのスピンオフ作品みたいな感じで、こうこの子と恋愛できますみたいになったらさ、絶命しない？もともと恋愛する前提で出会ったゲームで恋愛するんだったら、なんか心の準備ができてるからさ、よし恋愛するぞって思って買ったゲームなわけじゃん。でも別にそういうつもりじゃなくて、好きだなって思ってるゲームとかキャラクターとかがさ、さあちょっと時間空きましたけど恋愛していいですよみたいな風にさゲーム出てきたらさ、死ぬでしょ普通に。でもホロライブメンバーでなんかギャルゲーとかね、そういう感じのやつ出たらめっちゃ面白そう。まあ、今僕が好きで来てくれてる人が、例えばあの僕も参加してるギャルゲーが出ましたみたいになってさ、で僕のさルートをさ辿ってって攻略してったらさ、なんかあれおかゆんこんな感じなんみたいなさ絶対なるじゃん、絶対なるじゃんね。なんか僕いつもメンバーに、ホロライブのメンバーにはいたずらばっかりしてるけど、君にはいたずらされたいんだよねとかさ急に言われたらさ、みんなえーってなるじゃん、えーってそれやったらもうここ戻ってこれねえ、いや戻ってきて戻ってきてんー、なんかギャルゲーのおかゆの方が可愛いから、別に配信のおかゆを見てるよりギャルゲーのおかゆんと一緒にいた方がいいでござるなーみたいな風になんないんでくださいね。おかゆんがおかゆを攻略する配信してください。あーでもやりたいねそれね、でも無理だな、やりたいねとか言ったけどきついなきついきついくはーってなるじゃんそれ、くはーってなりますね。うん。開発費の足し。こんばんは。突然ですが乙女ゲーはやりますか？機会があったらテニプリの乙女ゲーどうでしょうか？スピンオフ作品みたいな感じで、こうこの子と恋愛できます、説明しない？ホロライブメンバーでそういう感じのやつ出たらめっちゃ面白そう。君にはいたずらされたいんだよねとかさ